ですって。でも元の値段2800ドルよ。ママかっこいい。モデルか女優さんみたい。サイズもちょうどぴったりね。でも90ドルも自分の洋服に使えないわ。もっと役に立つものならともかく、家族全員で着られるなら買ってもいいけど無理ね。いいじゃない、たまに自分のもの買ったって。あら、3日前自分用のインスタントコーヒー買ったばかりよママ。でもこれは高すぎるわ。買っちゃえばママ、いつも我慢することないわよ。そうね、じゃあ買っちゃおうと。経済にも貢献するし。誰かと思ったよ。本当？似合う？これ着てどっか出かけたいわ。よし、そこの喫茶店に連れてってやる。音楽会とかお芝居に行くのは、わざわざ出かけることないだろ。どうせ帰ってくるんだから。シンプソンさんの奥さん、今日は決まってますね。ね、よかったらうちの面白いアイデア商品見てってくださいよ。どうです、この2色クレイジーモーターペン。見てるとめまいがしますよ。あの、ガソリン入れたいんだけど。すみません、言葉わからない。オッケー。だって今話してたじゃん。はいはい、ホットドッグね。はい、いえ、どうもありがとう、ごめんちゃい。だと自分じゃ入れられないのに出張サービスに電話しよう。私も最初焦ったけど、やれば簡単よ。教えてあげるわ。マージ？マージなの？高校の時一緒だったマージ？そう。はい、はい、エブリン。信じられない。マージ、幸せそうじゃない。ホーマーと結婚したって聞いてたのに。結婚したわよ。来て、入れ方教えてくれる？メーターが動かなかったら 90% はやり方が違ってるの。機械に詳しくてファッションセンスも抜群。昔はあなた野暮だと思ってたけど洗練されたわね。世界が違ってたから。あなたは社交界にデビューした大富豪のお嬢さん。私はその頃うちで皿洗いしてたもの。ああ、マジったら。今でもシャイなのね、昔のまんま。ねえ、明日カントリークラブに遊びに来ない？ああ、ご家族もどうぞ。そこの君、石油満タンにしなさい。ポケットしてないで、タイヤの空気も入れる。